くつのせは、日本の婦人運動家、高知県生まれ、通称、民権婆さん。1836年に、当時の土佐藩で、斜力の妊婦頭だった、毛さ丸、吉平の長女として生まれる。1854年には、土佐藩の剣道指南役を務めるくつのせみると、結婚するが、1874年に死別。二人の間には養子を含めて、 子供がいなかったので、クスノセが古紙として相続した。古紙として納税しているにもかかわらず、1878年の高知県区会議員選挙では女性であることを理由に、投票が認められなかった。当時の府県会規則には、選挙資格は満20歳以上の男子で、その軍区内に本籍を定め、地署5円以上を納めるものと定められていたものの、府県会の下部組織である、 区町村会については、軍区町村編成法に、全国的な統一基準が設けられていなかったためで、ある。これに対し、楠瀬は女性であるだけで選挙権が認められないことに、抗議して税金を滞納したところ、高知県から特促状が届いたため、納税しているのに、女だからという理由で投票できないのはおかしい。権利と義務は両立するはず。 投票できないなら税金も納めない。とする抗議文を高知県庁へ提出した。だが、高知県側がクスノセの要求の受け入れを拒否したため、クスノセは内務省にまで意見書を提出した。結果的にこの選挙での投票は叶なわなかったものの、1880年9月20日に政府より区長村会法が発布され、区長村会選挙規則制定権が、 各区長村会で認められた。これにより、上町町議会では日本で初めて古種に限って女性参政権が正式に認められるに至った。その後、隣の小高さ村でも同様に認められた。しかし、1884年に政府が区長村会法を改正し、規則制定権を区長村会から取り上げ、参政権は男性のみと規定された。それでも、 夫との死別後から板垣大輔に共鳴した、楠瀬は、立志社の自由民権運動に参加し、自ら壇上にも立って、あは、さぬきなどに遊説したほか、高知を訪れる若い民権活動家を自宅に止めるなど、女性解放運動を続け、楠の瀬のの名は、民権ばあさんとして、知れ渡った。楠瀬は晩年まで政治への関心を持ち続け、河野広中のつてで、 衆議院を4回傍聴した。1920年、大正デモクラシーが叫ばれる最中に亡くなった。84歳坊津。ありがとうございます。